塩だ。塩田は大量の海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所及び施設。競技には工述の展示図塩田を指すが、この項では海水を用いた、生塩技術全般について記する。塩湖あるいは塩沼や塩湖といった天然の、塩結晶に恵まれない地域では、海水を何らかのエネルギーで加熱して生塩する、必要がある。 海水を利用した製塩には大きく分けて二つがある。太陽光の熱のみによって塩の結晶を生産する方法、天日天日再塩法と海水を何らかの装置で濃縮して乾水を生成し、それを火で加熱して結晶を得る方法、仙合再塩法、仙合再塩法である。前者は後者に比べて効率的な生産方法であるが地域の降水量が 極めて少ない必要がある。世界の塩の生産量は2008年で2億650万トンと言われており、そのうち、天日塩が約36%である。海水、塩粉などの塩分を含んだ水、乾水から太陽熱で水分を蒸発、濃縮して結晶化した塩を作るものを、天日塩田という。太陽熱に依存するため、 雨や曇りの多い気候には不向きとなる。メキシコやオーストラリア西部など砂漠と海岸が接する地帯に設けられることが典型的であり、メキシコのゲレロネグロに世界最大のものがある。他にアメリカ・ユタ州のグレートサルトこのように塩湖を利用したものもある。銅湖では海水の7倍という濃さの湖水を導き入れ、太陽光の吸収量を増すための青緑色の 色素を加えた上で火で蒸発させている。工業塩の生産は、このような塩原、塩湖による方法が多い。なお、日本の工業塩の年間需要は、約740万トンであり、全量を輸入している。なお塩田塩湖で、デュナリエラサリナという緑藻の一種が大発生すると、衣がカロテノイドを大量に産出し、 水面が褐色系のオレンジ色に染まることがある。また、高度肥塩固細菌が産出するバクテリオベルリンやバクテリオロドプシンによりピンク色になる場合もある。複数の大きな濃縮地、別名、蒸発地と直列に並んだ小さな結晶地からなる。結晶地の手前の濃縮地は調節地という。角池は入り口と出口が水門で、 制御されており、重力による自然落差かポンプで徐々に結晶地の方へと移動する。塩分の高い乾水から作る場合は、濃縮地は少なくなる。濃縮地を複数作る理由は、純度の高い塩を作るためである。海水を濃縮すると、酸化鉄がまず析出し、炭酸カルシウム、大量の硫酸カルシウム、塩、塩化ナトリウム、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、 塩化マグネシウムの順に析出する。そのため、濃縮地で大量の硫酸カルシウムを析出させた後に、結晶地で塩を析出させ、残った硫酸マグネシウムなどの不純物が多い、元乾水、にがりとして利用可能を排水すれば、高純度の塩が得られることになる。結晶地で塩が堆積した後は、収穫期、 再延祈等で水平に塩の層を削り取り再煙する。寒水を生成するための塩田を再干塩だという。歴史的には中国、ヨーロッパなどで行われたことが知られている。日本の塩田は歴史上すべてが前日の再干を行うためのもので、戦後、戦後、煮詰めることして塩を得るための窯が合わせて設置された。海岸に設けられたこれらの施設は古くは 塩浜と呼ばれた。日本語における塩田という言葉は、明治以降、陶器上の地目として、塩浜を塩田といったことに始まる。成立期には、日照時間が比較的長い地域、瀬戸内地方や能登半島などで大きく発達した。古くは、農家の余暇の副業として、自家労働によって行われ、煮詰め用の生煙釜は多くは共同仕様であった。 次第に需要が拡大し、事業規模が大きくなってくると、生園は専業化し、やがて一軒前と呼ばれる一貫生産体制を導入する大手業者が出現した。そのような業者のもとでは、釜屋という乾水を煮詰めるための専門施設が使用度、作業単位ごとに一個付属した。技術の進歩にもかかわらず、気温が低く日照時間の短い冬場などにおける、 大量生産は長らく困難であったが、市場化装置、工術の開発によって、天候や季節、自然現象などにある程度は左右されなくなった。1970年代からは、イオン交換膜を用いた電気機械による声援が主流になり、現在に至る。諸説あるが、出土品や文献から、西暦400年頃から、平安時代、 西暦1100年頃までは、乾燥した海藻の表面の塩分を土器に繰り返し、洗い出して、または焼いた海藻の灰を海水に溶かして、布でろ過し乾水を作り、火で炊いて濃縮する方法が用いられていたと推定されている。模塩焼きの時代を経て、塩の需要が増大するに従い、海水中の塩分が付着した海浜の砂を再乾作業に利用する製塩法が発達した。 森土の上に海水が地中に染み込まないように厚さ 10cm ほどの粘土などで防水層を形成しその上に粒子の細かい砂塩砂を敷き詰める塩砂の上に海水を丁寧に巻き頻繁にかき混ぜながら天日と風により十分に水分を蒸発させた後塩砂をかき集めて海水で洗うことで乾水を作りそれを精縁釜で煮詰めて結晶を得る 一塩湖分の塩田面積は平均して一単部、約990平方メートル前後が通例であった。石川県の文化財として保存されている。江戸時代前期頃、海水を塩田に取り込む方法として、潮の干満を利用する方法が開発された装置やプロセスは、揚げ浜式と共通している。これにより、海水を塩砂に散布する作業が省略され、 大幅な労力の軽減が実現した。塩砂の地盤は、従来の海岸砂地を平坦にしただけのものもあったが、砂の層を底から、目の荒い順に三層前後敷いた人工地盤も用いられるようになった。瀬戸内海沿岸ではいち早くこの方式を導入し、立領国の内瀬戸内地方にあたる張馬、備前、備中、美後、秋、巣尾、長戸、阿波、佐抜、 いよ、計十国の塩田は、重州塩田と総称された。これらの地域で生産された重州塩は、品質が高いと評価され、上方や江戸を含めた、全国各地の市場を席巻した。この方式の導入は、干満の調位者が、大きな地域に限られ、土地が海面よりもやや高く、潮積を利用して、海水を塩田に引き入れるのが困難な土地では、 従来の揚げ浜式塩田が残った。入浜式塩田が導入された時期には、一塩田の大きさは平均に長部、約2ヘクタール前後に拡大した。塩田は15から16メートル約200メートルの区形の周囲を浜溝で囲ったものである。それぞれ15メートル四方に、沼い、縫い、一種の露過装置が設けられる。遠浅の干潟を干潟し、 その砂地を平坦にする。満潮の時に海水を塩田の潮回しと高居に入れ、砂の間撃に浸潤させる。日光と風力で水分を蒸発させ、その一方で、作業員が桑で砂を反転させ、十分に起死をさせ、二三日間天日にさらす。起死をした三イサ号を沼い縫いに入れ、海水を注いでろ過させることで海水の五から六倍の濃度の乾水を得る。 塩砂の代わりに立体的な枝状の装置、市場化市場化を利用して乾水を作る方式。イオン交換膜製塩法が導入されるまでは近代における製塩方法の主流だった。日本の塩は1905年、明治38年から栓培性となり、塩の生産量や生産方法は政府によって定められるようになった。 硫化式塩田は大量の塩需要に対応するために1950年代までに開発され採用された方式である。ポンプを利用して海水を1日1ヘクタールあたり60から150キロリットル組み上げ、コンクリートやビニールで防水された緩やかな斜面、蒸発層。長さ20から40メートル。 勾配は100分の1から150分の1に海水を秒速1から2センチメートルで流し、海水の変流を防ぐために、幅約2メートルごとに仕切りがあるに流しながら、日光に当てることで分を蒸発させ、塩分濃度を高める。1回では濃度上昇が高くないので、2から3回繰り返す。海水を市場化の上へと散布する。市場化は竹や細いビニール管をまとめて、 ほうきのような枝状にし、いく層にも集めて、棚にまとめたもの。これに付着した海水に展示及を呼び、風を当て、水分を蒸発させ、脚部の乾水層に溜める。これを、再度組み上げて、市場化に散布し、同様に乾水層に溜める、という作業を繰り返し、一定の濃度に達したら、乾水を煮詰めて生演する。市場化の考案によって、 塩砂をかき混ぜる作業の必要がなくなり、労力が軽減されるとともに、生産性が著しく向上した。また、太陽光に加えて、風による水分蒸発が可能になったため、比較的日照時間の短い季節や地域においても、一定量の塩の生産が可能になった。1972年、昭和47年以降、日本の製塩法は、 イオン交換膜と電力を利用して、寒水を作り、真空式蒸発管で煮詰める方法が公式に、採用されることになった。天候に左右され、多くの労力や、大きな面積を占める、これまでの塩田は、不要となり、日本の塩田は事実上全廃されるに至った。産業施設としての塩田は、日本各地で姿を消したが、現在では、 社会教育施設として塩田が復元され、体験教育などで活用されている例がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。